こんにちは、プラコマチャンネルです。今回は海老名駅から徒歩圏内のカンプラを売っているお店を調査したいと思います。まずは海老名駅について軽く説明しておくと、小田急線、相鉄線、JR 相模線の3路線が交わる駅です。東側にはビナウォーク、西側にはララポートという商業施設が立ち並び、イオンシネマ、東方シネマズの2つの映画館、ロマンスカーミュージアムなどの施設があり、多くの人でにぎわいます。今回は3つの店舗を訪れました。まず最初はヤマダ電機テックランド海老名さん。プラモデルの道具や MGEX も並んでますね。これは期待できそうです。それでは本題のガンプラコーナーはこちら。目に見えてスカスカですね。11月に覗いた時はもうちょっとガンプラの数があったと思うので、この年末年始でいっぱい売れたのでしょうか。ですが MG アストレイやエイジ2マグナムは他ではあまり見かけないガンプラですね。ビルド系ウェポンもありました。 SD やガンプラ以外だと 30mm、 ポケモン、仮面ライダーのプラモデルなども売っていました。その中でも気になったのがこちら、ダンボール戦記のアキレス。懐かしいですね。どうやら2019年に一気に再販がかかったようで、本当にたまに今でも見かけることがあります。もちろんガールガンレディも売ってましたよ。続いてイオンさん。おもちゃ売り場にちょっとだけガンプラコーナーがあります。最近はおもちゃコーナーがあってもガンプラを売ってないことも多いですから、珍しいなと思ってしまいました。少ないですがガンプラがありますね。棚の下のスペースにこんなものが、ダンボール戦機のプラモデルを載せられるラジコンみたいなものですね。そういえば小学生の頃僕もこれを持っていました。箱が色あせていたので、放送当時、発売当時からあるものかと思われます。最後はワットマンホビー丸いファミリー海老名店さん。駿河屋さんがサポートされているそうで、値札が全部駿河屋さんで見るのと同じものでした。箱がシンプルな限定系ガンプラが多い、いわゆる都市型駅地下リサイクルショップという印象ですね。品揃えはいいですが、新品以外は一般販売品でも定価プラス1000円は当たり前という少々強気な値段設定なので、買い逃したけどどうしても欲しい限定品があるっていう時以外は利用しないかなと個人的には思います。というわけで海老名駅から歩いて行ける範囲でガンプラを探しました。 Twitter でも発信しましたが、リバイブのガンキャノンを探していますので、もし神奈川、東京のどこかで見かけたら、どの動画でも構いませんので、コメントで情報をいただけるととっても嬉しいです。もし情報をいただいたら、そこに足を運んで、ぜひ購入したいと思います。というわけで、今回は海老名駅周辺でガンプラを探してみました。この動画を見て、ガンプラを買いに行きたくなったなと思ったら、高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。プラコマチャンネルでした。